ようこそ、大いなる秘跡の源たる場所へ。ヨシュア。最後の試練もなんとかくぐり抜けたようだね。それでこそ和の復活に立ち会う資格があるというものだ。そんなものに興味はないわ。私たちが望むのは今回の異変を終わらせること、それとあんたがヨシアを解放することよ。残念だが、それは無理だな。君たちがいくら取り繕っても、ヨシアの心が作り物であるのは否定できない事実なのだ。この肩の精魂がその証。見喰らう蛇の私の所有物である証明なのだよ。あんた。あるいはヨシアが自分の意志で精魂を消せたら真の解放もあり得たのだが、残念ながら今回はそこまでは至らなかったようだ。今しばらく私の研究素材としてあり続けてもらうことにしよう。ふざけた男だ。やれやれ、人聞きが悪いな。おそらくヨシアは肩にある精魂の意味に気づいていたに違いない。そしてこの事態が起こりうると予想して悩んでいたことだろう。にもかかわらず、彼は君たちに一言も相談しなかったようだ。そして君たちもまた彼の悩みを察してやれなかった。君たちの絆などその程度ということではないかね。まあそう悲観することはない。ここにたどり着けた時点で君たちには資格は与えられた。あとは正しい選択をするだけだ。資格、選択、それってどういうことなの？君たちはどの程度知っているのかな。この輝く輪をめぐって1200年前に何が起きたのかを。やはりそいつが輝く輪か。その通り。無限の力を生み出し奇跡へと変換することのできる究極のアーティファクトの一つだ。しかし古代人は1200年前この大いなる至宝を封じてしまった。
一体どうしてだと思う？詳しいことはわからないけど、人や社会のあり方が悪い方向に変化したからだって裏の塔の記録には残されていたわ。ほう、あれを解析したのか。ならば話は早い。その真相を君たちに教授しよう。数千年前、女神は人に七の至宝を授けた。それらは世界の可能性をそれぞれ異なる方法で利用することで奇跡を起こすアーティファクトだった。そして至宝ごとに七派に分かれた古代人たちは様々な形で理想を追い求めた。その一つこそが輝く輪を中心に建造されたこの実験都市リベルアークだ。汎用端末ゴスペルを通じてあらゆる願いが輪に叶えられる人の手によって築かれた空の楽園。そこで人は一切の争いのない豊かな生活を享受できるはずだ。しかし人はゴスペルを通じて輝く輪がもたらす人工的な幸福に次第に魂を飲み込まれていった。物質的快楽はもちろん、我が構築する夢仮想現実に精神的な充足すら見出してしまったのだ。そして人は麻薬のように奇跡に依存することで破滅への道を歩き始めてしまった。倫理と向上心を失い精神的に失調してゆく市民たち。出生率が低下する一方、自殺率、異常犯罪は増加し続け、社会全体が緩慢な死に向かい始めた。しかし、我は我関せず、求められるまま奇跡を与えてしまう。そうして、空に築かれた楽園は、虚ろで醜悪な培養槽と化していった。リベール王家の始祖たちが輪を封印する計画を立てたのはそうした背景があってのことだ。我が妨害のために放った守護者に苦しめられながらも封印区画とデバイスタワーを建造し、そしてついに輪は浮遊と仕事を異次元に封印されることとなった。それが1200年前に起こったこと。とんでもねえ話だぜ。確かに王家の始祖たちはよくやったと言ってもいいだろう。しかし考えてもみたまえ。その代償として人は混沌の大地へと放り出され、一からやり直すことになったのだ。そして今覇権をめぐって飽くなき闘争を繰り返している。果たしてそれは正しい選択だったのだろうか。
それは…そして一方で人はオーブメントという技術を手に入れ、再び豊かな生活を享受し始めている。だが今のままでは行き着く先は二つしかありえない。飽くことなく快楽を求め、自ら律することもかなわぬまま世界を巻き込み滅びてゆくか、もしくは古代人のように全てをシステムの管理に委ねることで家畜のような生を続けてゆくか。物質的な破滅か精神的な破滅か、どちらかしかありえないのだよ。それを防ぐためには人自身が進化するしか道はない。いかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、その両者を兼ね備えた段階に人という種を導いてやること、まさにそれこそが福音計画の最終目的なのだ。どうかしているなそんな古代妄想郷を見るような目で見ないでくれたまえ。人は想像を絶する事物に直面した時、恐れとともに変革を余儀なくされる生き物だ。その意味で輝く輪はまさに格好の存在と言えるだろう。私はこの大いなる司法をもって人を正しい進化に導いてみせる。それこそが名主より授かった人としての使命なのだ。はあ、正直余計なお世話なんですけど。いかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、そんなものにどんな価値があるっていうの。君は人の話を聞いていなかったようだね。物質的もしくは精神的な破滅を避けるために人は進化するしか。そんな話をしてるんじゃないわ。私が言いたいのは、そんな五体層な存在になる前にできることがあるんじゃないかってこと。ヨシアも言っていたけど、私たちは無力な存在じゃない。今回の異変にしたって、みんな最初は戸惑いながらも次第に協力して前に進もうとしてた。王国各地を巡って私はそれをこの目で確かめた。別に進化なんかしなくたってなんとかやっていけると思わない？群れて生き延びるのは獣や虫ですらやっていることだ。その程度の行動をもって君は人の可能性を語るつもりかね。別に同じでもいいじゃない。
私たちだって生き物であるのは確かなんだし、それが生きているってことの強さなんじゃないかな。何？もちろん人はそれだけの存在でもないと思う。そうした命の輝きを原動力に自分らしく生きていこうとする、そんな存在だと思うの。でもそれはあんたの言うような万能超人である必要なんかなくて、みんながちょっとした思いやりでお互い助け合うだけでいいんだと思う。多分輝く輪を封印した人たちも同じ考えだったんじゃないかな。奇跡に頼り切っちゃうことも良くないことかもしれないけど、それ以上に人と人がお互い助け合う余地がなくなることが何よりも良くないことだって。エステル、人は一人で生きているようで、その実様々なものに生かされている。確かにな。何かと思えば助け合いか。そのようなことは歴史を振り返ってから言いたまえ。例えば幾度となく繰り返されてきた戦争という名の巨大なシステム、その狭間において人の絆は無力な存在でしかなかっただろう。そんなことない。お母さんは戦火の中命がけで私を守ってくれた。そのことがきっかけで私は遊撃士の道を志して、そして今ここに立っている。この異変を止めて戦火を未然に防ぐために。それでも人は無力だって言えるの？はあ、言えばこういう。もしあなたが本気で人が無力だと信じてるのなら、だから進化させる必要があるんだと思い込んでるなら、だとしたらあなたはとってもかわいそうな人だと思う。だって信じ合って助け合うことの喜びを知らないんだもの。私たちが人があがいているのを見ることにしか喜びを見出せないなんて、すぎるよ。でも私は遊撃士だから、あなたが自分の事情にみんなを巻き込むことは見過ごせない。悪いけど力ずくでも止めさせてもらうわよ。娘が大層な口を聞く。ならばその身をもって己の言葉を証明してみたまえ。体の治癒が。君たちはそこでおとなしく見ていたまえ。さぞかし面白い見物になるだろう。なんですって？
少し遊んであげたまえ。ヨシュア。ミステル君、ぜひとも私に見せてくれたまえ。絶望の中、人という存在がどんな強さを見せてくれるのかをね。見事な技だ。どうやら牽制のところに預けた甲斐があったみたいだね。これでまた私の作品の完成度が上がったというわけだ。あんた。さて、真の余興はここからだ。ヨシュア、彼女を無力化したまえ。エステル。どうやら君では人の強さを証明できないようだね。だが私も学者の端くれとして実証の必要性は理解しているつもりだ。だから君の代わりにヨシュアに証明してもらうとしよう。え？何？簡単な実験だ。このままヨシュアに君の息の根を止めてもらう。叱る後暗示を解いて元に戻してあげるというだけさ。果たしてヨシュアはどんな表情を浮かべるのだろう。ゾクゾクするとは思わないかね。ふざけんじゃないわよ。そんなことになったらヨシュアは。今度こそ完全に心が砕け散ってしまうかもしれないね。だがそうなったらまた私が新たな心を作ってやれば済むことだ。そしてもう一度同じように人に戻るチャンスを与えるとしよう。今から楽しみだよ。やめて。そんなのひどすぎるよ。それではヨシュア、とどめを刺してあげたまえ。よし。ごめんね。絶対に死なないって言ったのに。ごめんね。一緒に歩くって約束したのに。目を覚ませ。でも、私は信じているよ。ヨシアは絶対に負けないって。私がいなくなっても現実から逃げたりしないって。ごめん、ちょっと自信はないかな。
金縛りが解けたか。よし。ごめん、エステル。ずいぶん辛い思いをさせてしまったみたいだね。バカな。あの状態から意志を取り戻せるはずが。待て。お前、肩の成功はどうしたのだ。もう僕の深層意識にあなたが刻んだ聖痕はない。たった今砕け散ったからね。何？聖痕のある一点に暗示のくさびを打ち込んでもらったんだ。そしてそこに負荷がかかった時、聖痕が崩壊するような自己暗示を僕はずっと繰り返してきた。暗示のくさび。このままだと君との約束が果たせなくなりそうだったからね。都市に不時着した直後にケビンさんにお願いしたんだ。ケビン・グラハム。騎士団の新米と侮っていたが、こしゃくな真似をしてくれる。正直、彼には感謝してるよ。そして、このことを僕に気づかせてくれた人にもね。何？まさかカシウス・ブライトの入れ知恵か。あ、そっか、あの時の。うん、手紙にはこうあったんだ。お前の呪縛を解く鍵はケビン神父が持っているだろう。だがその鍵をどうやって使いこなすかはお前自身の問題だ。ワイスマンとやらの行動を見抜いて自由を勝ち取ってみせろってね。あのおっさんらしいぜ。恐れ入ったな。見事な先読みだ。まったくもう、ほんと父さんらしいわ。正直、かなり悩んだよ。再び僕を操ったあなたが、一体何をやらせるだろうと。そして僕は、その一点に全てをかけてみた。あなたが僕が最も恐れることを僕自身の手で行わせる可能性にね。そしてあなたはその通りに命じ、結果的に聖痕は砕け散った。もう僕は完全にあなたから自由だ。よしは愚かな。私に従っていれば遥かな高みに登れたものを新たなる段階へと進化させてやったものを。エステルと同じく僕もそんなものに興味はない。それに道というのは他人から与えられるものじゃない。暗闇の中をあがきながら自分自身で見出していくものだ。それができれば世話はない。
人の歴史は闇の歴史。大いなる光で導いてやらねば、いつまでたっても迷ったままだ。違う。人は暗闇の中でもお互いが放つ光を頼りにして共に歩んでいくこともできる。それが今ここにいる僕たちの力だ。ヤシュア。出来損ないの執行者風情が随分大きな口を叩くものだ。ならば見せてみるがいい。闇の中でも輝くというお前たちの光とやらをな。名手の忠実なるしもべ、蛇の人が一柱、白面の力、見せてやろう。望むところよ。全力で行かせてもらうよ。破れるかな。
けぬものなし。ほう、これは驚いたぞ。まさか貴様らごときがここまで食い下がるとは。教授ってば、どんどん口調が存在になってるんじゃない？ふん、どうやら余裕がないようだな。ふふふふ、哀れなことだ。自分たちがすでに七人いるとも気づかずに。どうするつもりだ？このまま名所に献上するつもりだったが、気が変わった。貴様らが歯向かった相手が、どのような存在かを思い知るがいい。これは、まさか、和と融合してやがるのか。この感覚、思った以上に悪くない。さて、まずは試させてもらおうか。人を新たなる段階へと導く天使の大いなる力をね。やっと思い知ったようだね。これが真の力というものだ。そんな。なんでこっちの攻撃が全然当たらないのよ。何らかの障壁を展開し続けているんだ。でも、ここまで通用しないなんて。七四方の中でも、輝く輪は空間を司る存在。動力魔法とは比べ物にならない、圧倒的な絶対障壁を展開できる。もはや私と君たちとでは、
存在の次元が違いすぎるのだよ。サド野郎が、舐めた真似を。ワイスマン、あなたはその目、やはりお前を殺すには惜しい。じっくり調整しながら再び聖痕を埋め込んでやる。そしてまた希望を与えてから、その目を摘み取ってやる。希望が絶望に変わる表情、今から楽しみだよ。やれやれ、もはや悪趣味というより病気といった方が良さそうだな。とどめを刺しておくべきだったか。しかしレーベ、君が来たところで何ができる。いかにドラギオンといえど、輪の障壁を破ることは不可能だ。だろうな。ところでワイスマン、一つ聞いておきたいことがある。ハーメルの悲劇、貴様はどの程度関与していた？おお、人聞きの悪いことを言わないでくれたまえ。これはあくまで帝国内の主戦派が企てた事件だろう。どうして私が関与するのかね。それは貴様が蛇だからだ。弱みを持つ人の前に現れて破滅をもたらす計画をささやく。そして手を汚すことなく自らの目的を達成してしまう。それが貴様のやり口だろう。実際主戦派の首謀者たちは当時あったという清掃に敗れて後がない者たちばかりだったと聞く。もし10年前の戦争すら今回の計画の仕込みだったのなら。全てのことに説明がつくと思ってな。なるほどな。まあ、おおむね君の指摘通りと言えるだろう。もっとも私がやったことは、彼らに両兵崩れを紹介してハーメルの名を囁いただけさ。それだけで事態は動き出し、瞬く間に戦争へと発展してしまった。人間の業を感じさせる実験結果だったよ。貴様、貴様のせいで、ミーシャは、俺の妹は。貴様、まともな死に方はできんぞ。吐き気がしてきたわ。なるほど、大方予想通りということか。おや、意外と冷静だね。
私としてはもう少し憤ってほしいところではあるが俺の心はとうに冷めきっているからだ。しかし先ほどの貴様に背後から混沌させられた失態、検定としては屈辱の極みだ。その借りだけは返させてもらうぞ。何？バカな！あの絶対障壁が、そうか、その剣は。そう、俺が名手より授かった剣、貴様の杖と同じく外の断りで作られた魔剣だ。迂闊であったわ。離れろ、離れろ、この知れ者が。もう遅い。レーネ！俺に構うな。道は開いた。あとはお前たちが切り開け。くれたな。まあいい、絶対障壁など和の力のほんの一端だ。すべての力を解放して貴様らに絶望を味わわせてやる。それはこちらのセリフだ。遊撃士として、リベールの市民として、そして何よりも人として。ワイスマン、僕たちはあなたを通す。
なんだ
我が、私の中の我が。これが最後の悪あがきみたいね。とっとと倒してレイベのところに戻りましょう。あ、
もう僕は逃げない。セーフ、キーハットブレイド。
くよ。そんな輝く輪が消えてしまっただと、バカな、そんなバカな。やろう、逃げられたか。あんなやつどうだっていいわよ。それよりも、レベ！レベ、しっかりして！今、すぐに手当てをするから！その必要はない。お前なら、わかるはずだ。助かる傷ではないことを。嫌だ、そんなの嫌だ。レーベまで姉さんみたいに、そんなの、そんなのひどすぎるよ。そんな顔するな。幼い頃のような泣き虫に戻ったみたいだぞ。そうだよ、僕は弱くて甘ったれで、まだまだレーベが必要なんだ。だからお願いだから。やれやれな、ヨシュア。納得できないのならお前は俺たちのようになるな。大切なものを守るために死ぬのではなく、守るために生きる。エステル・ブライト、頼みがある。うん、何？こいつは強いようで芯が脆いところがある。すべての呪縛が解けた今、本当の意味で強くなる必要があるだろう。だから頼む、これからもこいつを、俺たちの弟を支えてやってくれ。言われなくてもそうするつもりだったけど、でも今ここでちゃんと約束する。だから
どうか安心して。すまない。しかしやっと分かったぞ。あの時カリンがなぜ微笑むように言ったのか。こんなにも満たされた気持ちだったんだな。レーベ、冗談はやめてよ。ちゃんと聞こえてるんだよね。だってそうだろ。やっとまた会えたのに。やっとまた笑顔で話せるようになったのに。頼むから。返事してよ。よしゅ、勝ち逃げされちまったが。おい、大尉か。よかった、ご無事でしたか。ひょっとして彼は、うん、そうか。皆さんが降りた後、新手の機械獣が何匹も現れて、絶対絶命に陥った時、レーブさんがそこの機械竜を呼んで戦況を覆してくださったんです。そうだったんだ。ワイスマンと輝くはどうしたんじゃ。あ、うん、輝くははどこかに消えちゃって、ワイスマンも逃げたけど、やたらと慌ててた感じだったわ。何、消えたじゃと。それはまずいかもしれんな。この揺れって、輝く輪は浮遊都市を維持してきたエネルギー源でもある。それがなくなってしまったら、じきにこの都市は崩壊するじゃろう。それでは急いでアルセイユに戻った方が良さそうですな。すぐに動力が尽きることはないが、急いだ方がいいじゃろう。お前さんたちの船はどうじゃ。ああ、今頃完全に修理が終わっているはずだ。戻ったらすぐに飛べるだろうぜ。よし、それでは皆、これより撤退を開始する。エレベーター近くに転用のゲートがありました。それを使って中枢島より脱出しましょう。ヨシは、その辛いとは思うけど、早く行かなくちゃ。ごめん、エステル。頼むから、先に行って。僕のことは気にしないでいいから。よっしゃ、しっかりして。レーベが言ったこと全然わかってないじゃない。
守るために生きろって、そう言われたんじゃないの？私は忘れない。ヨシアを支えるってこの人と約束したこと、絶対に忘れないんだから。エステル、ごめん。本当に僕は、レイベ、これ預かっておくよ。ハーメルに、姉さんにちゃんと届けるからさ。ヨシア、エステル、ヨシア、時間がない、とにかく急げ。すみません、今行きます。そんなバカな、こんな事態、名手の予言にはなかった。待てよ、試されたのは私も同じだったということか。戻ったら問いたださなくては。悪いけどそれは無理やね。ケビン・グラハム、いつの間にこんなところに。どけ、貴様のような雑魚に関わっている場合ではない。貴様、魔眼が効かないのか。いくら聖杯騎士とはいえ、新米ごときに防げるわけが。すまん、ちょいと三味線弾いてたわ。俺は騎士団の第5位、それなりに修羅場くぐっとる。ま、それでも本調子のあんたに勝つのは難しかったけど。今ならつけ入る隙があるからな。何？俺の本当の任務は輝くあの調査やない。最悪の破壊僧ゲオルグ・ワイスマン、あんたの始末というわけや。なるほどな。だがこの程度の攻撃でこの白面を滅するなど。なんだ。塩の杭、かつてノーザンブリア北部を塩の海に変えた禁断の呪具。私一人を始末するためにこんなものまで持ち出したのか。あんたは少々やりすぎた。いくら教会が中立でも、もはや見過ごすわけにはいかん。
おとなしく滅びとき。己、犬が！犬か。ま、その通りなんやけどね。ヨシュア君、君は運がいいで。俺なんかと違ってまだまだやり直せるんやから。それってジェラシー？ドミニオン第5位下方狩りケビン・グラハム。噂にたがわぬ冷酷ぶりじゃない。君は確か道化師やったな。悪いけど彼の方は手遅れやで。聞いているかもしれないけど、僕の役目は見届け役なんだ。計画の全プロセスを把握し、一辺の例外なく名手に報告する。教授の自滅も単なる結果であって、防ぐべき事態じゃないんだ。なるほどな。見食らう蛇、まだまだ謎が多そうや。君たち騎士団だってそれは同じだと思うけどね。さてと、これで僕の役目も終了だ。落とし物も回収できたし、そろそろ帰るとしようかな。何？それではどうも、ごきげんよう。また次の機会に会えることを祈っているよ。落とし物って、まさか。ない、これ以上は俺の権限外や。急いでエステルちゃんたちと合流せんとな。しただけだから。めまいってどうしていきなり。多分聖魂が消滅した後遺症やろね。え、何しろ意識の根っこに作ってた部分や。それを取り除いたら何らかの形で揺れ戻しが起こる。めまい、頭痛、吐き気、しばらくの間は悩まされるやろう。そんないいんだエステル、全部覚悟した上でケビンさんにお願いしたんだから。ヨシア、おい、何をやっとるんじゃ。急がんと置いていくぞ。あ、うん。もう走れる？ヨシア。ああ、問題ないよ。よし、そんなら急ぐで。エステル！え？
脆かった部分が崩れたんだ。大丈夫か？うん、なんとか。エステルさん、ヨシオ、お姉ちゃん、お兄ちゃん。ち、なんてこと。他に通り道はねえのかよ。中枢島に向かう通路はここだけだったはずよ。何か方法は。私たちに構わずにみんな先に脱出してよ。僕たちは何とかして脱出の方法を見つけますから。バカ言うんじゃないわよ。ここであんたたちを置いていったら先生にどう顔向けすればいいの。いいから何か方法を考えるわよ。知らねえ。すみません。実際問題、ジャンプして飛び越せる距離じゃない。となると別のルートを探すしかなさそうだ。別のルート。でも一本道なんですよね。いや、それはあくまでこの地下道に限っての話さ。どうやらこの浮遊都市にはいくつも地下道が存在するらしい。そうした道さえ見つかれば。そういや、中枢島の手前で別の地下ゲートを見かけたな。カルマーレに通じた緊急避難通路と書いてあったような。本当？ああ、確かにあったぜ。そのカルマーレってのがお前らの船のある場所なんだろう。ああ、そこが使えれば。うん、この状況下ならばロックは外れているはずじゃ。エステルちゃん、ヨシア君、もう他に選択肢はなさそうや。そっちの方からアルセイユに戻るんや。うん、わかりました。気をつけてね、お姉ちゃん、お兄ちゃん。待っています、アルセイユで。うん、みんなも気をつけて。さあ、僕たちも急ごう。戻れなくなっちゃったね。
多分下の細い梁じゃここは支えきれないだろう。そっか、ごめんエステル。僕があの時足をもつれさせなければ。そういうことは言いっこなし。私だって岩の下敷きになるところをヨシアに助けてもらったしね。でもなんでかな。こんな状況なのにちっとも怖くないのよね。ヨシアはどう？そうだね、僕も全然怖くないかな。ねえヨシア、二つお願いしてもいい？いいよ。一つ目は、私のこと抱きしめててくれる？喜んで。それから、その、しつこいって思われたらちょっと嫌なんだけど、やっぱりその、悔いは残したくないっていうか。ごめん、その先は僕に言わせて。エステル、キスしてもいいかな？ダメだ、ジョゼット。あの様子じゃ、もう。そんな。くそ、最後の最後でなんで。こんな時に、女神は一体何やってやがる。
間に合わへんかったか。嘘だろ。やだ、そんなのやだ。ユリアさん、どうかお願いします。避難通路の方向から考えて、エステルさんたちは北西の端にいるはずです。どうかアルセイユをそこへ。申し訳ありません。いくら殿下の命令でも、それは従いかねます。アルセイユの水力も完全には戻っていない状態だ。今再び都市に近づけば間違いなく崩壊に巻き込まれる。そうですな、ラッセル博士。その通りじゃ。そんな。まいったな。場を和まそうと思っても頭が真っ白だよ。ああ、俺もだ。あいつら、これからだってのに、こんなことになっちまって。エステルちゃん、ヨシュア君、あれ？おい、ドロシー、こんな時くらいおとなしくしてろっての。いえ、その、なんだかジーク君が嬉しそうに飛んでいったなって。え？レグナート、どうしてあなたがこんなところに。それにどうして父さんまでここにいるのよ。何、王国全土の動力がようやく回復してくれたんでな。モルガン将軍に工事を任せて、こうして彼に乗せてもらったんだ。乗せてもらったって。さすがに驚いたよ。はじめまして、レグナート。あなたのことはエステルから聞いています。危ないところを助けていただいて本当にありがとうございました。礼には及ばねえ。新たな風が吹いたのでな。そのついでに翼を運んだだけだ。でも本当に助かったわ。あれ、そういえば確かあなたって人を見守るだけの存在なのよね。私たちを助けてよかったの？それは輝く輪を前に、お主らが答えを出すまでのことだ。そして答えが出された今、古の盟約は解かれ、禁忌も消えた。故に牽制の頼みに応じ、こうして迎えに来たというわけだ。古の盟約、わけわからないんですけど。安心しろ、俺にもわからん。
何しろこの堅物と来たら肝心なことはろくに喋ってくれないのだからな。許せ。竜には竜のしがらみがある。ただ一つ言えることは、運命の歯車は今まさに回り始めたばかりということだ。そして一度回り始めた歯車は最後まで止まることはない。心しておくことだな。そうか。ちょっと待って。また同じようなことはリベールで起こるというの？いや、その運命は別の場所で別の者たちが引き受けることになるだろう。とにかく今回はお前たちも本当によくやった。今はただ何も考えずゆっくりと休むといいだろう。かけがえのない仲間と共にな。人々に涙と、そして
さん、ただいま。これレーベから預かってきたよ。よかったね、ヨシュア。レーベも喜んでるんじゃないかな。うん、レーベと姉さんは本当に仲が良かったから、多分将来は一緒になるつもりだったんだと思う。そっか。ねえ、私もお姉さんに挨拶させてくれる？うん、ぜひ。はじめまして、カリンさん。私、エステル。エステル・ブライトって言います。弟さんの家族で、兄弟で、一応恋人ってことになるのかな。心外だな、一応なんてつけないでよ。でもまだ慣れないっていうか、その気恥ずかしいっていうか。まったくもう。ま、そういうところもエステルらしいけどね。うん、何よ、一人で余裕ぶっちゃってさ。そういうヨシアだって二人きりの時は意外と。すみません、挨拶してる途中で。あの、今日はヨシアの里帰りに付き合わせてもらう形でお姉さんに挨拶に伺いました。これからもよろしくお願いしますね。ありがとう、エステル。姉さんもきっと喜んでると思うよ。そうだといいんだけど。私、子供っぽくてまだまだ頼りないところがあるし、弟の彼女失格とか思われたらどうしようかなって心配で。考えすぎだって。むしろ姉さん、君とは気が合ったんじゃないかな。性格とか雰囲気が好対照だしね。そうかな。で、それって微妙に褒めてない気がするんですけど。お姉さんみたいに芯が強くて落ち着いている性格じゃないってことよね。芯は強いとは思うけど、落ち着いてるっていうのはちょっとどうかな。ガク。でもそれでいいじゃないか。いつも明るく前向きでお日様みたいに輝いてて、僕が好きになったのはそんな女の子なんだから。もう、よくそんな恥ずかしい言葉をしれっと口にできるわね。あれ、嬉しくない？嬉しいわよ。悪かったわね。怒られても。ああ、もう挨拶も済ませたし、そろそろ出発しましょう。このまま続けたらお姉さんに呆れられそうだし。あ、うん。どうしたの？ねえ、本当にいいの？僕に付き合う形でリベールから離れても。結社時代の償いのため
大陸各地を回るのは僕の問題だ。レーベに追いつくためもっと強くなりたいっていうのも。君を巻き込んでいいのか正直まだ迷っているんだ。まったくもう肝心なところで抜けてるんだから。え？レグナートも言ってたけど、これから先いろいろなことがこの世界で起こるかもしれない。また見食らう蛇が何かしでかすかもしれないしね。そのためにも私は父さん以上に強くなっておきたい。私にとってはその修行の旅でもあるんだから。父さん以上ってまた大きく出たね。どうせなら目標は大きくよ。レーベとの約束もあるし、レンがどうしてるのかも気になるし、見たことのない土地を旅するのもすごく楽しみだし、それに、エステル？そもそも私がヨシアと一緒にいるのに理由なんて必要？そんなもの必要ないかな。でしょ？ほんとヨシュアって肝心なところで抜けてるんだから。本当にそうだな。行こう、エステル。道がどこに通じているのか今はまだわからないけど、きっとその先に何か見えてくると思うから。うん、私たちのペースで一歩一歩歩いていこうね。